皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。本日の動画は5日ぶりに気持ちよく晴れたので砂風呂を外に出してみましたという動画です。日曜日からずっとぐずついた天気が続き、なかなか砂風呂を外に出せませんでした。久々にスズメさんたちも砂浴びしたかろうと思い、バードバスの隣に砂風呂を置いて野鳥たちの様子を観察してみました。録画を開始してすぐにやってきたのはスズメさんの親子。この子は最近巣立ったばかりの子スズメちゃん。必死に羽をバタつかせ餌をおねだりする姿がとっても可愛らしい。スズメの親子を見ているとなんとも心が和みます。朝から癒しをありがとね。お次は河原ひわさんの幼鳥さん。幼鳥さんの鉄板ネタのペットボトルをつっついて飲めません。このネタはほとんどの幼鳥さんが一度はかます、定番のボケです。でも皆さん、この幼鳥さんの行動とっても不思議だと思いませんか？幼鳥さんはペットボトルの中には水が入っていることを理解しているからこそペットボトルをつっつく仕草をするんだと思います。なぜペットボトルの中身が水だとわかるのでしょうか？それとも透き通ったものイコール水であると本能で認識しているのか？鳥の言葉が話せるなら河原ひわさんの幼鳥さんに聞いてみたいものです。この幼鳥さん、先日ネックレス先輩と一緒に現れた子ではなく、新しく庭に飛んできた幼鳥さんのようです。冒頭でもお話ししましたが、日曜日からずっと天気が悪く、一日撮影をしても特にこれといった見せ場もなかったので動画の投稿間隔が空いてしまいました。この5日間であった変化といえば、ネックレス先輩と後輩くんが餌場に姿を見せなくなったということです。次々にスズメさんが集まってきましたが、砂浴びする子も水浴びする子もいません。ずっと雨だったから水浴びはパスする子はいても、久々に乾いた砂で砂浴びしたい子はいないのかな？スズメさんたちは警戒心が強いから、5日も見なかった砂風呂が急に現れて怪しんでいるのでしょうか？スズメさんたちの警戒心が解けるまで少し時間がかかりそうです。なんてスズメさんたちを見ていたら、特徴のある河原ひわさんが来ました。首の周りがわずかにくぼんでいるように見えます。もしかするとネックレス先輩なのかい？先ほどの河原ひわさんはたった5日で急に大人びたネックレス先輩だったのでしょうか？だとしたらもう他の河原ひわさんとほとんど見分けがつかなくなってしまいました。ちょっと寂しいけど、ダニに刺された影響もなく無事に大人になれたということで喜ばしいことです。今年釧路で生まれた河原ひわさんたちもあと2ヶ月もすれば大人の河原ひわさんと一緒に暖かい地方への移動が始まります。それまでにたくさん食べて体力をつけなければ移動する集団についてはいけません。本来河原ひわさんたちは秋になると北海道よりも暖かい本州に移動していくのですが、近年秋になっても本州には渡らず北海道で越冬する河原ひわさんや同じアトリカのシメさんもいます。昨シーズン釧路で越冬したシメさん数羽が我が家の庭に餌を食べに来ていました。まさか水も砂も温まりすぎたということなのか、砂風呂が直射日光で温められて入れないのかと思って手で触ってみましたが、すごく熱いというわけではありません。釧路のスズメさんたちはマイナス20度の朝でも元気に餌を食べに来るくらい寒さには強いのです。寒さには強くても、もしかすると暑さには弱いのかな。今日は多分この夏で一番暑い日になると思うのですが、昼間の最高気温は13時頃に記録した28度でした。いつものようにスズメさんたちが水浴びも砂浴びもしないので、砂風呂は砂を攪拌して温度を下げ、バードバスに氷を入れてみました。氷は10分ほどで溶けてしまいましたが、バードバスも砂風呂もだいぶ温度が落ちたので、今度はスズメさんたちが入ってくれるかな。
砂風呂の砂を上下を入れ替えるように攪拌した効果があったようです。いつものように砂遊びを始めました。さすが釧路のスズメさんたち、ちょっとでも砂が熱いと砂浴びしてくれません。砂が熱くならないようにビーチパラソルのようなもので日陰を作ってあげても、警戒心が強いスズメさんたちは怪しんで砂風呂に近づかないと思います。ですからこのままの状態をキープです。でもご安心を。明日からの長期予報を見ると、釧路の暑さは明日が峠で、お盆休みが終わった週明け19日には最高気温が16度で最低気温が13度なんて、釧路らしい気候が戻ってくるようです。今日のように暑くなったら砂風呂は攪拌することでこの夏を乗り切ろうと思います。乗り切るってほどの暑さではないですがね。どこの砂風呂にも1羽はいる穴掘り職人が、お気に入りの場所に穴を掘り続けます。よく見ると穴掘り職人スズメがいる場所だけちょこっと日陰になっています。このスズメさん、他のスズメには掘らせるものかと言わんばかりの勢いですが、たまに口が開いたままになっているところを見ると、やはり砂はまだまだ熱いようですね。お風呂屋さんの熱い湯船に浸かり続ける頑固親父のようです。熱いのを無理に我慢して動けなくならないか心配です。先日雨の日に玄関先で動けなくなっていたスズメさんは、温めてあげたら1日で回復しましたが、もしこの頑固親父スズメが動けなくなったらクールダウンしてあげます。頑固親父スズメがたまらず熱い砂風呂から一度上がったところで、本日の動画もそろそろ終了です。雨が続いた5日間を利用して次の越冬給餌の準備に入りました。気が早いと思われるかもしれませんが、釧路の夏はあっという間に終わり、9月にはだんだんと秋めいてきて、10月の最初の週には40から3や50から3が住宅地にやってきます。次の越冬給餌のテーマは、庭に来てくれる野鳥たち全員で無事に冬を越すことと、冬を越した後住宅地で子育てする野鳥のための巣箱の提供です。私が調べたところ、野鳥の巣箱をかけるなら前年の秋が良いと言われています。もうすでに一つ巣箱を設置したことは動画でお伝えしましたが、果たして巣箱に入ってくれるのか。その前に巣箱の内覧会を計画しています。人間ならチラシを配ったりするのですが、野鳥さん相手にチラシを配るわけにもいきません。そこでない頭で考えたことがありまして、そのためのものをせっせと作っておりました。作成風景の動画も撮ってありますので、そのうちに公開したいと思います。同じことを考えている人はいないかと、 YouTube で世界各国の巣箱作りのチャンネルを見ましたが、誰も考えつかない世界初のアイディアなんです。こうやって自分でハードルを上げておかないと、次の越冬給餌が始まるまでのモチベーションが保てないのです。さて本日の動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。